はい、あきらです。ここ今国道165号線で、この信号の左、こっちの奥が街灯軸、垣に打ちって書いて街灯って読むんですね。でこの奥に廃線になった旧近鉄の東青山駅っていうのがあるんですね。で、前回っていうかちょっと前に、歩いてそこまで行って見てきたんですけども、風情があってすごい山の中のね、風情があるすごい駅だったんですけども、で今の近鉄複線になって、トンネルも長くなったで、もう少しふもとに東青山駅ってあるんですね。そこがね、この辺からまた山の方入っていくんですけども、ここかな、この辺ですね。こう先に駅があるっていう割には何もね、標識も何もなくて、東青山駅って書いてあるね。なかなかね、こういうところにこの先に駅があるとは思えないんですけどもね、もう道路はすごい立派なんで、駅も立派なのがあるのかなと思うんですけども、こう線路が見えるね。これより先、当社私有地につき駐車禁止だって。近畿日本鉄道有料駐車場を利用くださいだって。なんか有料駐車場があるのかね。なんかね、バリケード的になんか来てほしくないみたいな感じだね。これ登山道かな。これ駅ってどうなってんの？乗用車1000円だって。契約者以外駐車禁止。この公園、この先、契約者および送迎者以外は進入禁止です。送迎で迎えに来る人は行ってもいいんだね。ここは駅だね。なんでこう駅前進入禁止って書いてあるの？なんかほとんど不思議だね、これ。布引き滝道なり滝見台下へだって。これどっちなんだろうな。なんか立派な公園があるんだけども、なんか来てほしくないみたいな感じなんだよね。不思議だね。いきなり1000円払えってね、ふざけてるね。なんでこんな山ん中なのにね、駐車料金1000円なのか。なんか謎が謎を呼ぶ、布引きの滝って書いてあったな。名称びき滝下 500m 滝見台右折って書いてあるんだけども、多分ね車で行くと駐車料金取られるんだね。こっちは墓地があるのかな。こっちは墓地みたいですね。こっちは何だろうね。あ、こっちはなんかただ山を降りる道みたいですね。それにしても東青山駅はなんであんなにね人が来てほしくないみたいな感じになってるんでしょうかね。ということで以上、東青山駅の周辺からでした。